食再現メニュー、ソフト麺の出来上がりでございます。こちら完成です。うまい。小学生の時の思い出。私いじめられてたんで、いい思い出はないですね。セーラームーンです、よろしくキラーンとかやったのね。 ね、もうその日からオカマオカマって言われて、上履きに画鋲が入ってたりとかさ、カバンがなくなったり、教科書とかも捨てられてたりとかさ、でトイレ入ったら水かけられたりとか、上からね、もうそういう世界だったね。そう。あとなんかさ、ジャングルジムで目の前で友達がね、落ちたのよ。落ちてさ、歯が欠けちゃったの、前歯がね、そのお友達。いきなり私が後ろで揺らして、突き飛ばされたとか言ってさ、私はやってないんだけど、してませんって言って、もう信じてくんないの。先生もね、それもいじめよね。結局私のせい。うちの親は信じてくれたけどね。うちのお母さんだけ味方だったけど、うちの息子はやってませんって言い貫いたというかさ、うちのお母さんは言い続けた、やってないと。ね、だからもうね、学校行くの嫌だったね、小学校の時とかさ。で、私にも春が来たんだよね。好きな子とおちんちんのいじり合いっこにはまっちゃって、それから学校行くの楽しくなったの。体育館の裏でね、おちんちんをいじり合うっていうね、ゲームが流行って、もうね、一気に春が来たみたい。そことね、いじくり合ってね、裏でね。ちょうど、小出圭介が転校してきて、小出圭介ともいじり合いっこしてたの。おちんちんね。まあ、気持ち良さそうな顔はしてたけどね。そうですね、本当の話。一気に開花して、それからね、変態女装おじさんの道を歩いたとね。初体験は幼稚園、住んでる小学生。それが、まあ、目覚めたきっかけというか、その初体験が幼稚園、年少ね、年少。いや、嘘じゃない、ほんとね。うちのお母さんも知ってる。知ってんの。穴はね、穴は高校生の時、高1の夏。あそこのトイレに、電話番号が書いてあってね。男子トイレでね。で、電話番号と、ね、っての書いてあって、私がかけたの、電話。そしたら、まあ、大学生ぐらいのお兄ちゃんと会うことになってね。そう、だからその人ん家に行って、初体験。なんか真面目そうな大学生だったね。その初体験の最中にさ、うちのお母さんから電話がすごいしつこくなって、何も言わないで出てきたからね、悪いことしてるかと思ってさ、どこに行くかも言わなくて、すんげえ電話かかってきてたのよ。で、電話を出ながらね、はーいって言いながら、はーいって言いながら、後ろからね、ちょっと今日帰ってくるのって、ご飯はいるのみたいな、そういう確認あるじゃん、お母さんからの。ね、今日帰ってくるのとか言って、いや、泊まるよっつって、ご飯もいらないみたいな。泊まった、結局泊まった。結構思い出に残る初体験だよね。まあまあ知ってる、その話知ってる知ってる。全部私話すから、もう事細かく知ってるよ。女の子から告白されたりしたしたバレンタインとかチョコもらってたしね。告白もされたことあるよ。年下によく告白されてたね。知ってる？女装したのは遅いな、私20代。20前半。それまで坊主で、普通に男の格好してた。カミングアウトしたのはね、17とか、高校の時。ご両親はなんて言って、何も言わないよ、普通に。あ、そうなんだ、みたいな感じ。外人の彼いいなと思う。一回付き合ったことあるけど、アメリカの方とね。優しかったよ、すごい。なんつうの、レディーファーストみたいな。毎回毎回デートの時にスタバのね、
ね、モカフラペチーノを用意してくれて、ジョエル昔はね、なんつうの、老け線っていうかさ、年上の人ばっか付き合ってたので、25、6ぐらいの時に年下が好きになった。それまでもずっともう年上、そう、背伸びしてた。そうそう、今逆に若いパワーが欲しいっていうかさ、もうたまらんのよね、おじさんね。もう若い子見るだけでもうゾクゾクしちゃう。6、5、4、3、2、1、おつじょり。